よし、資金まとまったし、ついに起業だ。ブラックキャンパニー設立、みんな頑張るぞ。おー、よし、早速授業に取り掛かろう。みんなの技術や営業力を生かしていきたい。はい、頑張りましょう。社長、今日も徹夜ですね。しばらく休みも取れてないしな。でも会社が大きくなることを考えればいくらでも頑張れますね。そうだな、今は目の前のことをがむしゃらに頑張ろう。はい。みんな、今日は話がある。はい。みんな分かってると思うが、授業はそろそろ軌道に乗りそうだ。ただ、どうしても会社の費用が足りないんだ。申し訳ないが、給与一律カットさせてくれないか。全然いいですよ、ここまでやってくれたんですから。申し訳ない。一緒に会社を大きくしましょう。社長、また契約取ってきました。よし、会社の利益は右肩上がりだな。頑張った甲斐がありましたね。バンザーイ。バンザーイ。どんどん伸ばしていくぞ。おう。みんな、新人を紹介する。キグエ。はい、今日から入社のゆとりです。よろしくお願いいたします。これから一緒に頑張っていこう。はい、頑張ります。あ、店員さん、店員部長、お先に失礼します。え、いやいや、とり早いよ。誰もそんな時間に帰ってないぞ。え、やれることは無限にあるんだからさ、会社のために片付けていこうぜ。あ、はい、わかりました。残業申請しないと。おゆとり。あ、はい。あんまり残業申請しないでくれ。キリがなくなっちゃうだろ。え、だって俺らが会社を立ち上げた時は残業代なんて1円もなかったぞ。そういう頑張りがあったからこうやって今も会社が続いているんだ。はい。最近会社の売り上げも落ちちゃってるしさ、俺らが頑張らないと。はい。会社があるから俺らは飯が食えてるんだしさ。確かにそうですよね。頑張ります。やっと仕事終わった。あ、もう終電か。いやー、こんな時間まで残っちゃったけど、これだけの利益を出したら会社がどんどん大きくなっていくし、やりがいがあるって素晴らしいな。ゆとり部長、すいません。お、有給使いたいんですけど。は？そんな暇があったら会社に利益出しなよ。はい。俺らは若い頃は有給なんて使わないのが当たり前だったんだよ。